どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回は夏の新たな定番曲とも言っても過言ではないでしょう。今回この曲ですドーン、打ち上げ花火、ダオコさんと米津玄師さんのコラボ曲なんですけど、この曲は映画の主題歌でございまして、打ち上げ花火、下から見るか横から見るかという映画の主題歌です。この世界観、ドラマティックな感じ、スケール感大きい感じ、夏に汗だくになって歌いたい曲、行ってみましょう。はい、この曲ですけど、ガズレレ YouTube チャンネルでね、2017年なんてもうね、4年ぐらい前ですね、4、5年前に一回取り上げてるんですけど、やっぱ今見るとね、ちょっとわかりづらいんで、今回2021年バージョンで新たにわかりやすく、かっこよく、簡単にして、再登場です。思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン、いろんなリズムがこうミックスされてさらにドラマティックにねエキサイティングになっておりますので、後半はなかなかねすごいことになってますけど、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ったけど全然チャンスがなかったですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんですけど難しくて全然できなかったですみたいな、そんな方がこのちっちゃいウクレレ持ってコードを弾いて歌って弾き語りをするプログラムがあるんです。このプログラムめちゃくちゃわかりやすいことで世界的に有名でございまして、今もう全世界中の方がこのガズレレシステムでもう何十万人もウクレレ音楽始めてます。皆さんもきっとすぐできること間違いなしです。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼っておきます。リンク先にジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどなたでもすぐできますよ。 YouTube 動画無料ですからね、今すぐ音楽始めましょう。ここからです。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もうアップロードされております。皆さんこれから音楽どんどん聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。打ち上げ花火、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみます。So
げ花火ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。これ4つ弾きでもすごくドラマ性が伝わるようなね、あのこのうねり、曲の中のうねりとかストーリーを感じさせてくれる素晴らしいメロディ。歌難しいです。歌のメロディがねすごく難しいんです。高い 音域から下の音域までこうすごくこう使うんでね、この辺はちょっと歌の練習必要かなと思いますので、ちょっといろいろやっていきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジでございます。で、大体のはねポイントのところを押さえてるんで、フルコーラスでやりたい方、1番のね A メロのコードとかこう書き出して、2番の米津玄師さんが歌ってるところの歌詞を書き加えると、あのフルコーラスの楽譜がご自身で作れると思いますので、ちょっとチャレンジしてみてください。ひとまずはね、今のガズレレショートカットバージョンのアレンジ、シンプル簡単バージョンの動画に合わせて一緒にできるように練習してください。コードと歌詞出てますからね。YouTube と何回もこう合わせて、これ歌ね、さっきも言ったけど、まあ難しいんでね、何回も何回もやってるうちにガズレレ YouTube の簡単版に合わせられるようになると思います。合わせられるようになった方、おめでとうございます。まずそこがファーストステップ、ゴールのクリアでございます。さあ次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はね、YouTube を見ずに、皆さんご自身一人っきりで歌を歌ってリズムを生んで音楽をこう作り出す、これをやってもらいたいです。でも最初のうちいきなりちょっと覚えられないんで、最初は楽譜を見てね、楽譜を見て何回も自分だけで練習するのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんですかって話になると思うんですけど、ご安心ください。今のね打ち上げ花火をね、はい、見てこのノート、今このね、ガズ手書きで書いたこのノートを見ながら今演奏したんですよ。もうちょっとしたらこの カメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいかがでしょうということでシェアしようと思うんですけど、今ねめっちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の打ち上げ花火を含むガズが今まで書きまくってきたもうノート楽譜のストックがもう膨大な数あるんですよ。その中から皆さんが毎月5曲やってみたい曲を お選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、もちろん YouTube と完全連動ですよ。すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗ダクダクで、もうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね。とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから。このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の打ち上げ花火です。ダオコさん、米津玄師さんのコラボ、これはねすごい曲なんですよ。はい、ちょっと見ていってほしいんですけど、ちょっとここに矢印書いてあるでしょ。矢印、これ矢印はシンコペーションといって、リズムがスコーンと前に食い込むんだけど、これ後半のかっこいいバージョンだ。この辺ちょっと説明していきます。今のシンプル簡単バージョン、上の段をゆっくりやったということになっております。で、ここにもちょっと書いてあるんですけど、これあと後半のかっこいいバージョンでは、1番の A と A メロの1番2番ね、一弦の3フレット全部押さえたまんまやるっていう、そういう奏法をしたいと思います。まあこれ今のシンプル簡単バージョンは関係ないですけど、かっこいいバージョンでそれ解説していきます。こうやって映しとくんで、皆さん、一時停止してメモ書きしてください。これはですね、あとは動画のデモ演奏中のテロップを一時停止してもいいと思、書いてもらってもいいし、先ほど紹介させてもらった、ガズクラブでこの楽譜ノートをそのままゲットしていただくのもいいし、あとこれもあります。これ。これに入ってるんですよ。この簡単ウクレレソングブックに、これのね、これに入ってます。楽譜。簡単バージョン。はい。これも5月1日です。とにかく、楽譜をちょっとね、ゲットしてもらうのがいいと思うんですよね。はい。じゃあ、映しときます。ひとまずね。はい。一時停止で書いていってください。
はい、いいかな。はい、じゃあここサビ。このサビのところのね、このメロディーラインとか、これかっこいいバージョンではここ結構弾き方がね、キーポイントになるところがあって。はい、で、こうブリッジのところもね。いいですかね。そしてちょっとここ注目なんですけど、構成をちょっと伝えます。今、イントロやって、A1、A2 やって、サビやって、ブリッジパート行って、したらこれ見て。はい、イントロ2回なんで、イントロ、ここを2回、これが1回として、これを2回繰り返して、その後 A1 行くんですね。A1 ってここです。ここ。ここ。あの日、見渡した渚をのとこね。はい、これをやったら、今度サビにいきなり飛びます。はい。ここに書いてある。サビに行きます。はい。サビに行って、サビが終わったら、今度はラストのエンディングのここ。ラー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 。これをやって、終わるんですけど、ここ2回繰り返すんですけど、1回目はこのコード進行、2回目はこのコード進行やって、最後の最後のラストにイントロフレーズを、繰り返して終わりますということになって、なかなかのね、すごい対策なんですよね。で、これでもショートカットアレンジですので、はい、一応そんな感じでガズレーアレンジになっております。これ映しとこうか。最後のところちょっと今映すなかったね。ラー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 。このメロディー覚えるのもね、結構ね、大変です。ラー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 のところね。はい。こんな感じになっております。参考にしてください。じゃあ出てくるコードちょっと解説します。コードはね、見て。入門コード5個だけでできちゃうんですよ。すごくない？このドラマティックな曲。言っていきます。C と Am と F と G7 と Em7。入門コード5つです。この入門コード5つはですね、皆さんご安心してほしいやつなんですけど、これです。ドン！ガズレレ必須ごと。このガズレレ必須ごとって一体何かっていうことなんですけど、ウクレレで音楽始めたいなと思う初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループがあるんですよ。この10個はどうしても覚えてもらいたいっていうコードがあって、その中の5個なんですけど、10個も覚えなきゃいけないのかと思う方、安心してください。1個ずつ見たらどれも簡単なんですよ、入門コードだから。でもね、10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスイスイ入っちゃう。すごい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画見てコード10個覚えちゃおう。今日は5個ですけど、まあ遅かれ早かれ。覚えるのをおすすめします。はい。そんなわけでこれからかっこいいバージョンの解説に、ね、入っていこうと思うんですけど、今日はこのタイミングで言わせてもらって、歌、やっぱりさっき何回も言ってるけども、この曲って、あの日見渡した渚をと、音程のもこのメロディーがすごいんですよ。今も思い出すんだ、砂の上に刻んだ言葉、君のとかね、このね、微妙な音階。これをね、こう、聞き込んで覚えて、まず4つ弾きで歌のメロディーと言葉のタイミング、しっかり把握してからかっこいいバージョンに行きましょう。じゃないとかっこいいバージョン、ここにリズムが加わるから、もうね、てんてこまいなことになっちゃうんですよ。はい。ひとまずそれをお伝えしておいて、かっこいいバージョンの解説、入っていきます。かっこいいバージョン、コードは全く一緒なんですけど、主に弾き方が変わるんですよね。なんだけど、ちょっと最初にちょっとあれか、まあ、いや、弾き方からいこう。今日出てくる弾き方、結構山盛りです。いきます。はい、これ、ドン！アルペジオと、8ビートと、シンコペーションと、16ビートのチャとカッティングという、この結構山盛りなことになってるんですけど、今出てるこの弾き方はですね、ここにリンク貼っています。このリンク先はね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレのホームページの1枚、その中にそれぞれのね、濃厚解説レッスン動画が、もうすでにアップロードされてますんで、それぞれの弾き方じっくりちょっと見て、皆さん練習してもらいたいんですけど、今日はね、ちょっと順を追って、パートごとちょっと弾き方の説明をしていきたいと思います。まず前奏から A メロ。アルペジオで行くんですけど、シンコペーション。この矢印マーク、シンコペーションのマークが入っています。このシンコペーションというのはリズムがね、こうズコンと前に入ってくるよというリズムですごい特徴的。で、しかもこれアルペジオなんで、ちょっとイントロのコードを出しています。G7 の前と C の前に矢印が書いてあるんだけど、こんな感じで行きます。せーの。食い込んだでしょ今ここで C が前にドーンときた。このタイミングがシンコペーションというタン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 うんタン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 って食い込んでいく。はい、これなんですけど、今回ですね、さっきも言ったんですけど、イントロと A メロ1番 A メロ2番のところで特徴的な弾き方、すべてのコードを1弦の3フレットを押さえたまま弾きます。1弦の3フレットってことは、つまり C ですよね。で、このイントロのコード進行で見てみると、F を押さえてる時もここの1弦の3番目を押さえてるんですよ。小指が押さえてるのがいいと思いますね。F 行って、G7 行って、わかる？ F 行ってもここ押さえたまんま。G7 行ってもここ押さえたまんま。Am もここ押さえたまんま。C はこのまま離すだけということですね。そうするとこうなります。これかっこいいでしょ。この世界観ずっとここ
1弦の3フレット。ガズの場合は小指でずっと押さえてます。薬指でもちろんいいです。F とかちょっと押さえづらいかなと思うんで小指でガズはやってますけど、はい。とにかく1弦の3フレットずっと押さえたまま、この、弾き方。1番の A メロはここが、アルペジオなんですよね。アルペジオっていうのはこの分散和音という弾き方なんですけど、シンコペーションが入ってくるんで、ちょっとね、不思議な感じですけど。タントンタンパン、トンタントンみたいなイメージ。タントンタンパン、トンタントン。これが、ちょっと挑戦してみてもらいたいやつです。ちょっとイントロのコードゆっくり練習で回してみましょう。せーの。ためてね。こんな感じ。これ A メロの1番もこのリズムのまんまこの歌が入ってきます。そして A メロの2番、寄り返す波が足元をよぎりっていうところなんですけど、ここはですね、1弦のサムレットを押さえたまま同じコード進行で回していくんですけど、8ビートにちょっとねノリを加えます。そうするとこうなります。寄り返す波が足元をよぎり、これもずっと1弦の3フレット押さえたままですよ。はい。で、ここの A メロの2番の一番最後のところは、かっこいいバージョンはね、ここちょっとね、伸ばす感じでいきましょう。ゆうなぎの中、日暮れだけが通り過ぎてゆく。こんな感じ。で、パッとサビに入っていくんですけど、このサビで、このリズムが出てくるんですよ。16ビートのチャのカッティング、なんで、16ビートのチャのカッティングなんですけど、ちょっと通常のものと違います。ちょっと聞いててね。歌わずに演奏だけします。ワン、ツー、スリー、ファイ。わかる?ダン、ダン、ズク、チャカッター、チャッター。こんな感じです。それではちょっと C で練習しましょう。せーの。タートコ、タートコ、チャカッター。こんな感じでカッティングを入れるとタツクタツクチャカタタツタツクタツクチャカタチャタ、こんな感じですけど、カッティングはですね、ブリッジパートのところではちょっとカッティングっぽいのがかっこいいかなと思うんだけど、サビのパッと光って咲いた花火を見ていたところは、そんなにカッティングを激しく入れなくてもいいと思うんですけど、ここがですねちょっと特徴的なリズムですね。ちょっとサビのコードをちょっと回してみましょう。この弾き方でゆっくり、ワン、ツー、スリー、フォー。これね、ワンブロックコードが2つでしょ。だからこのコード切り替えるタイミングをちょっと見てみましょう。F で、F で、チャカッター。ここから G7。F、F、チク、G7、G7。チュク、パン、パン。このチュクの後でコードが変わる。ダンドク、ダンドク、チュク、パン、パン。ドンドク、ドンドク、チュク、デン、デン。はい。ここのリズムちょっと特徴的、リズムキープすごい難しいで、しかも16ビートのチャを弾きながらのカッティングをちょっと織り交ぜつつの、しかもそこで歌うわけです。この歌がまたですね、メロディーラインがありますからね、まあこの辺がなかなか、サビはなかなかのリズムだなと思うんですけど、はい、やってみてもらってですね、その後のブリッジパート、パッとは波が夜に咲いたところはちょっと激しくカッティング入れた方がかっこいいかなと思う。ちょっとやってみましょう。せーの。パッとは波が夜に咲いた、パンツパン、ラスカパッツパン、パンパンツカパッタパッパン。ちょっとキレが加わった方がね、ここかっこいいかなと思うんで、皆さん聞いた印象でね、ちょっとこのカッティング応用してやってみてください。で、あと動画の中のテロップに伸ばすとかタタタタンって書いてあるところはね、そのデモ演奏を聞いていただいたら分かってくれると思うので、その辺の感じかな。で、あとこの強弱結構ね、大事です。弾く強さ、最初イントロのイントロとか A メロのところはほんとつまびく、か細く つまびく感じで、で、A メロの2番になって、寄り返す波がちょっとだけパワーアップして、で、サビになったら、パッと光って咲いた、花火も見ていた、ドーン、ダンス、カッパクパンパン、
ちょっとダイナミックにドーンと行く感じ、なるべくこうゆったりどっしりがいいと思うんです。打ち上げ花火でドーンと来る感じをイメージするのがいいと思いますね。あの打ち上げ花火の音源を聞いてもなんかなんとなくそういうイメージを持ったんでね、ドーンつってドーンつってドーンつってドーンってこうなんかダイナミックにね、もうスケール大きい感じでサビができるとかっこいいと思います。はい、もちろんそれで映画の世界観とか歌詞の世界観もじっくりこう頭の中でイメージしながら、そのイメージと演奏がカチッと一つになる、これが楽しいところですからね。それではやっていきましょう。打ち上げ花火ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。3、4。あの日見渡した渚、今と思い出すんだ。砂の上に刻んだ言葉、君の後ろ姿、寄り返す波が足元を切り鳴る顔さ。花火ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このすごくダイナミックな感じと、あと押し引き、このうねりっていうの、曲の中のうねりと、あと歌のメロディーラインとかも歌詞とかも夏っていうか、なんかもうすごいんですよ。もうだから最初にも言ったけど、これからのもう真夏のね、これ歌い継がれる定番曲になるんじゃないかなっていう感じがしますよね。汗をかきながら思いっきり歌っていきましょう。お知らせなんですけど、ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね15万部ぐらいの、あの皆さんにあのご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。